はい、こんばんは、はるけです。今回はエボリューションおすすめ強化選手を紹介していきたいなと思います。今回対象とするエボリューションはこちらの TOTY レジェンドカムバックになります。こちらのエボリューションをやるためにはですね、20万コインもしくは 1000FC ポイントが必要ということになってます。選手の条件としては総合最大91、ペースが最大76、パスが最大84、ディフェンスが最大94、体感が最大88、レアリティがベースアイコンの選手、プレイスタイルの数が最大8つまで持っている選手ということになってます。アップグレードとしてはレベル1でペースがプラス1、シュートがプラス2、ドリブルがプラス3、体感がプラス2、プレイスタイルで的確なパスがつくということになってます。レベル2ではですね、ペースがプラス1、シュートがプラス3、パスがプラス2、ドリブルがプラス1、逆足がプラス1。レベル3ではですね、ペースがプラス2、パスがプラス4、守備がプラス1、プレイスタイルでブルーザーが、ね、つくということになってます。で、それでは個人的におすすめの強化選手を紹介していきます。こちらが個人的におすすめの TOTY レジェンドカムバックの強化選手になります。ネスタ、イエロ、プジョルと、この3名が、まあ、特におすすめかなと思います。もともとね、結構このエボリューションは対象選手がね少ないんですけれども、その中で、まあ、3名を自分は選びました。まずはネスタですね。ネスタに関してはペースが80まで行くっていうのが結構でかいなというふうに思いますし、逆足もね4なので結構いいかなというふうに思いますね。ロングパス値こそねちょっと低いんですけれども、逆足4っていうようなことでまだ、振り分けれるっていうのもいいのかなと思います。この人に関しては守備力っていうのはねかなり高い選手にはなるんですけれども、やっぱりペースがどうしてもね遅かったっていうところが、まあやっぱりあんまり使われなかった理由としてはあると思うんですけれども、その中で8時まで行ったっていうのはでかいなと思います。あとはまあ正直スタミナの部分もね、センターバックとして見ても74っていうのはちょっと低め、ではあるんですけれども、予測だったりとか、あとはブルーザーとかエアリアルついてたりとかするので、結構まだ強化にはおすすめかなと、いうふうに思います。でこう使えるようになれる、そういう選手ですね。でそして続いてイエローですね。フェルナンドイエロー。イエローに関してもやっぱ守備力とかフィジカルっていうのはね全然高かった選手にはなるんですけど、どうしてもペースが遅さっていうの部分が目立ってしまう、そんなセンターバックにはなっていたので、まあこのエボリューションによってプラス4かなされて78までいくっていうのは結構大きいなと思います。でまたこの人も逆足4に、なれるので、その振り分ける能力ってのはもともと高い選手にはなりますし、よりこう確実に、つなげられるセンターバックにはなりますね。でレーザーも91まで、上がってますし、やっぱりもともと守備力っていうのは普通に強化されてくる選手にはなるので、全然ありかなっていうのは思いますね。ウィンターワールドカードがね出てはいるんですけれども、ウィンターワールドカードよりこっちの方が、守備力は99じゃないですけれどもありなんじゃないかなってに思いますね。プレイスタイルもこの人の場合は豊富ですし、まだ全然、普通に強いセンターバックにはなれますね。でそして続いてプジョルですね。プジョルはね、まあ、この人もやっぱペースが遅かったですし、この強化されてもどうしても速い選手ではないです。ちっちゃいんだけど遅いなって思うシーンは確実に、まだまだある選手にはなるんですけど、ロマン感がエグいですね。やっぱプジョル好きな人が多いかと思いますし、自分もねやっぱプジョル好きなんで、強いプジョルをねやっぱ使いたいっていう風になるとまだありなんかなっていうのは思います。なんで愛もありきで、まあ20万コインとか 1000FC ポイント使って強化という風な形になるかと思います。ただまあリアクションとか積極性とか全然高い選手にはなりますし、守備力に関しては高い選手なんで、追いつければとか、その引いて守ってシュートブロックとかちゃんとできる選手にはなるんですけど、どうしてもこうスペースが与えられた状況でスピードが欲しいっていう時にはまあ遅さがね出てしまうっていうのはありますね。ただプレイスタイルに関してもね、この人非常に豊富ですし、ブルーザーとかあとはエアリアルとか、予測とかジョッキーとか結構ねつくようになってるので、普通に強い選手にはなります。プレイスタイルがやっぱ豊富なだけにペースが上がればっていうような選手ですけど、まあそこは愛でカバーっていう風な感じですね。まあ強化選手迷っている悩んでるって方はこちらから選んでみてもいいんじゃないかなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらちゃんと6、高評価お願いします。それではバイバイ。
Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around.